瞳は2008年年度上半期の NHK 連続テレビ小説。シリーズ通算第78作目にあたり、3月31日から9月27日まで、全26週、156話放送された。脚本は、アスカ以来、2度目の連続テレビ小説執筆となる、鈴木里音楽は山下幸介が務めた。東京の下町を舞台に、ダンサーを目指す。 主人公の瞳が佐藤養育をしている祖父の家で3人の里子たちと向き合い心を通わせる中で家族のあり方について気づいていく姿を描く。東京都の佐藤制度である養育家庭制度が扱われ、門ゃ焼きや住吉神社霊祭などの下町の文化も取り上げられる。2007年秋に撮影を開始した。2007年12月28日に関東地方と NHK ワールドで放送された2007首都圏ハイライトで収録現場スタジオからの中継を行っていた。NHK ニュースをはよう日本の編成変更に伴い本作品より BS2 と武士の本放送の放送時間が入れ替わり以前の順番に戻った。ヒロインの A クラ7はオーディションで1608人の中から選出された。2007年 札幌でダンサーを目指す市元木瞳は祖母の葬儀に出席するため母と共に東京都月島へと向かう。そこで瞳は実の祖父翔太郎と17年ぶりに再会し翔太郎が養育家庭として3人の里子たちと暮らしていることを知る。ところが祖母が死去したことがきっかけで翔太郎は養育家庭を続けることが困難となり それを防ぐために瞳は翔太郎たちと同居することを決める。その後、瞳は三人の里子たちと触れ合いながら、様々な出来事を得て、成長を遂げてゆく。市元木瞳、A 倉7986年前後の生まれ、札幌市でヒップホップダンサーを目指していた。しかし、祖母の死去をきっかけに、祖父の翔太郎が養育家庭を続けられなくなるのを避けるため、 翔太郎と同居することを決める。葬儀で訪れた月島の翔太郎の家にそのまま住み込み、里親を務めながら東京でダンサーを目指すことにした。それからは午前中は築地の食堂でアルバイトをし、午後はダンスの練習をするという日々が始まった。その後、2007年4月になってダンス学校に入学。祖父や母に似て名前通りの一本気な性格で、 ストレートに感情を出すことが多い。ダンスビート予選敗退、ジ子とゆかのスカウト、そしてダンススクール卒業で目標を見失ったが、右与曲折の末、2008年6月頃にローズバーのスタジオを使って、瞳ダンススタジオを開設。2008年8月の例大罪の頃に、ケへの恋心を自覚するが、ニューヨークへ旅立つ彼の後は追わずに、 ユリアンが18歳になるまで里子の世話をすることを決意する。当初使用された携帯電話の着信音は第1回の放送で使用されたダンスミュージックだったが2008年5月頃に機種変更してからは別のものになっている。朝日新聞でのインタビューにて A クラは台本だけでなく演じる人まで事前に作られてしまったら見る人も話に入っていけないと思う。 本番での瞬発力を大事にしたい。ひとみちゃんも、はじめは、佐藤のことをよく知らなかった。視聴者の方と同じ目線でいいのかな、と思って演技していると述べている。同じ記事では、え倉の姿勢を、役作りをするときは前もって、あれこれと考えすぎないようにしている。自然体で臨むと解説している。市本希少太郎、西田敏行ひとみの祖父で百死の父。もともとは、 彼が妻節子と共に養育家庭を務めていたが、節子の死去により条例上困難になったため、最初は桃子、ついで瞳に同居を依頼、結局瞳が同居することで養育家庭を続けられることとなった。嘘をつくことや留守番電話が大嫌い。また祭り好きのため、みこしを担げない男は好きではない。その体型から主に桃子から古田抜きと揶揄されている。 その祭り好きには、少々度が過ぎたところがあり、桃子と祭りのどちらが大事か聞かれた際に、祭りだ、と言ってしまい、桃子の心を傷つけている。また、長瀬渡るとの対面は当初拒否していたが、雄二郎の説得により受諾。長瀬から謝罪されるが、和解の条件として戦艦信用を担ぐことを提示。長瀬が三越を担いでけじめをつけたのを見て、正式に和解した。 翔太郎の髪型と衣装は演じる西田の発案。舞台が月島ということで江戸前気質なじいちゃんに、徹しようと月島なんかを散歩してみたんです。すると、こういう派手なウエスタン調のじいちゃん、結構いたんで、これだな、ってと、月刊 TV ガイド TV ジャパンで述べている。しかし、地元の住吉港のブログ、住吉港活動記録では、ところで、西田さんの挑発、気になりますね。 本当の担ぎ手の人たちは、ほとんど単発ですと書かれている。市元きもの子、飯島直子瞳の母、化粧品会社勤務、瞳の父親である長瀬とは離婚している。父の翔太郎とは、仲が悪いが、父譲りの一本気な性格。稽古が婚約した頃札幌から東京に転勤、神谷町の刈り上げマンションに住んでいる。翔太郎と仲が悪いため、はじめのうちは、 佐藤子たちから敬遠されていたが、子供たちからも信頼されるようになる。2008年夏、瞳が長瀬と再会した時は、翔太郎に同調して、対面に難色を示していた。しかし、その後森田皿と接しているうちに、瞳の父に対する思いを改めて思い知り、長瀬と13年ぶりに銀座の喫茶店で再会。その後長瀬が風邪をひいた時、 自分たちが家族を作る努力をしてこなかったことを反省する。市本季節子、泉明子翔太郎の亡き妻で百死の母で、瞳の祖母。札幌に行くことがなかった翔太郎とは対照的に頻繁に札幌に出向いていた。長瀬渡る、勝村正信瞳の父で百死の元夫。運動神経は悪く、みこしを担ぐことができなかったことから桃子との結婚に反対され、 かけ落ちをする。瞳が3歳の時、自身が経営する会社の資金繰りに困って、多額の借金をしてしまい、その返済のために、翔太郎に家を売るように迫った。この時、本当は桃子は、翔太郎との和解を考えていたのだが、長瀬の借金申し出により失敗。またこの当時は、自分の夢に夢中で成功ばかりを追い求め、何十万円もするスーツを着たり、 高級レストランへ行くなど派手な生活をしていた。そこが月島の人たちに嫌われた理由でもある。瞳が小学校3年生の時に桃子と離婚。桃子はダメ親父と呼んでいる。また翔太郎は長瀬の写真に0円の値札を貼って顔を隠すほど嫌っていた。2008年6月頃、住吉神社で打ち合わせをして、社務所から出てきたところを偶然瞳が見かけたことが、 きっかけとなり、後に桃子と再会する。この時は、神田でデザインを行う、NW デザインという名の会社を経営していた。桃子と離婚後は、友人の助けで仕事をもらい、借金も関西。桃子との離婚に至ったことを反省し、以前のような派手な行情は影を潜めていた。なお、住吉神社からの仕事を受けた理由は恩人に、世話してもらったことと翔太郎に、 桃子や瞳を不幸にした詫びを言いたかったからである。その後、翔太郎が態度を軟化させたことにより、一本目下を訪れて、今までの比例を浴びるが、和解の条件として、霊体祭で戦艦信用を担ぐことを提示される。本番前日に急な仕事が入って徹夜するという、アクシデントはあったものの、トレーニングの会もあり、みこを担ぐことは成功。翔太郎からも許された。 佐野明、吉武礼明瞳と出会った当時は、月島南中に通う中学2年生。受験勉強を経て高校に進学。実母は、彼が生まれてすぐに病死し、5歳まで印刷工場を営む父親に育てられてきた。工場の経営が行き詰まった父親に、遊園地に置き去りにされて保護され、一本も抱え、やってきた。複雑な事情を抱えている割に、 素直な性格だが、翔太郎や瞳に対して遠慮しているところがあり、高校進学を諦めようとしたり、月島育ちではないために、霊体祭で御腰を担ぐことを遠慮しようとしたりしている。岡ゆりや、森迫久しい瞳と出会った当時は、月島東小に通う小学5年生。2008年に中学校へ進級した。かつて、母親とその内縁関係にあった男に虐待を、 受け心に傷を負っていた。当初は瞳に反発しており、引っ込み事案の性格だったが、口述するように転居する鉄平に対して自分の思いを伝えたことがきっかけとなって性格が変わり、瞳を受け入れる。また、中学校入学してから学校に談判してダンス部を解説させるなど、積極的な行動が見られるようになる。斉藤翔太。 中村先なり瞳と,と出会った当時は月島東省に通う小学2年生。母親の育児放棄のために保護され一本目下にやってきた。母との思い出の品であるタオルケットの切れ端を大切にしており、瞳と,と出会った頃はその切れ端がなければ寝られなかった。当初は瞳に対して反発していたが、タオルケットを瞳の不注意でなくしてしまった事件で、 瞳がタオルケットを探してくれたのを見て、瞳を受け入れるようになる。後に、実母との再会と母方の祖父との対面を果たし、2007年12月、二人に引き取られることになり、竹芝三橋から伊豆大島へ去った。伊豆大島へ去ってからも一本目下に時々電話をかけたり、手紙、ビデオレターを出すなどして、交流は続けており、2008年の夏には、本祭りに合わせて再び、 月島を訪れた。なお、里子三人をまとめて呼ぶときは最年少にもかかわらず、桃子などから翔太くんたちと筆頭で呼ばれることが多かった。石田裕二郎、前田銀翔太郎の親友。築地で鰹節仲卸業、石田商店を営む。マリに惚れているが、奥手のため、なかなかデートにも誘えなかった。2008年4月に、社長の仕事を郵蔵に譲る。 雄三が出て行ってからは一人寂しく暮らしている。長瀬のことはあまり心よく思っていない。2008年の霊体祭の時についに、マリに自分の気持ちを告白し、マリに受け入れられた。石田雄三安田健雄二郎の一人息子。少年時代は典型的な不良少年だったが、今では父親の右腕として店を切り盛りしている。根っからの兄貴体質。 瞳に惚りていた。その一方、昔から稽古を妹のように可愛がっており、稽古への思い入れが深い。勇次郎が風で倒れた時に、石田商店の社長業務を代行したが、自分の未熟さを実感。これとケンとの交流がきっかけとなって、ある決意を固める。それを見た勇次郎から引き継いで、石田商店の社長に就任。少しパーマがかかった長髪のボサボサ頭をやめて、 普通の髪型にする。ちょうどその頃、自分が慶子に好意を抱いていたことに気づき、右翼曲折の末、慶子と婚約。2008年6月に長屋を出て、近くのマンションに転居した。横山梅、菅井木に一本も区間裏の長屋に長く住む。今は、息子夫婦とも離れ一人暮らし。高木まりコのみ七章料理や、祭りの女将。向島の元芸者。中根誠。 小倉久弘月島でも、んじゃやきてん、あ弟系、独身、桃子のおさなじみ、ダンススクール、ヒップスをやめたれいに好意を抱くようになる。なお設定では、なぜか女性にモテるとされているが、それに関する、具体的な描写はない。中根弘子、小林正弘中根真まことの弟、兄同様、独身、兄よりも背が高い、イラストが得意。 ローズママ、笹井縁助倉庫を改造した酒場、ローズを営む。実は男性、瞳の相談には熱心に応じている。ヒップホップに関する知識はないがダンスを趣味としており、ローズには自身の練習用にスタジオが併設されている。瞳にもそのスタジオを貸している。翔太に、おじさんはおばさんなのと聞かれた時は、人間よ。と答え、なかなかシャレた会話をした。 本人が言い、最終回でも話題に出た。森本章介、高田信彦ひとみのバイト先、築地場外の食堂、森本食堂で厨房を担当。森本大輔岡山はじめ、森本食堂の店主、章介の2位。マスミから、アジャゴンド・タイラ・ドンペーン、山崎豆僧、森本食堂の常連客。西川、中山夢めふさかた、袴田博之。 石田商店の従業員、遠藤恵子、宇野美佐子一本目課の元里子。今は独立して看護師をしている。初恋を邪魔されたため、雄造とは犬猿の中だった。一度婚約したが、相手の裏切りにより、破断に終わった。2008年4月頃から、築地の病院に移った。破断の一件があってから、男性と付き合うことを躊躇するようになるが、 口述する経緯で2008年5月頃から雄三と付き合い始め、すぐに婚約。一本目下にも頻繁に顔を出しており、翔太郎や瞳を手伝っている。雄三と付き合い始めてからは、雄三と一緒に行動することが多かった。なお、本編で描かれたのは婚約までだったが、総集編では、結婚式を2008年11月に挙げたことになっている。月島。 つくの人々、編集米、島京子、松金米子ユリアと翔太の通う月島東小の校長、村岡淳平、林和義翔太の担任の先生、松川智子、小野香織ユリアと翔太の通う月島東小の養護教員、も月紀美子、河井道子娘の秋名が翔太に乱暴されたことを学校に抗議した。 いわゆるモンスターペアレントで翔太をクラス替えするように、迫っただけではなく佐藤の翔太郎に対しても、一方的に文句を並べた。もち明きあきな高瀬、三崎翔太の同級生。藤田、古立漢時月島南中の先生。2007年1月頃は、民の担任を務めており、白紙答案を提出した民のことを心配した。民が卒業してユリアが入学すると、 今度は、ユリアの担任になり、2008年5月に新設されたダンス部の顧問にもなった。岡本忍、笹野隆岡本電気店の主人。小学校の頃月島に来た。50歳の頃に、一人息子、鉄平を授かるが妻と死別し、一人で鉄平を育ててきた。町の人からは慕われていたが、経営難から3月をもって電気店を閉店。 田舎へ去っていった。その後、本祭りの開催に際して再び、月島を訪れる。岡本鉄平、塚健太忍の息子、ユリアがいじめられた時にかばったことがあり、ユリアから好意を抱かれていた。引っ越し当日に、ユリアから手作りのケーキと手紙を受け取り、自分もユリアに手紙を出すことを誓って、月島を去った。本祭りには、 中学部活動の合宿の関係で参加できなかった。友長氏、梅野敷を一本木課の主治医、老人会にも入っている。島田直子、大醐鈴花名の同級生、民に好意を持っているらしい。そのため民の気持ちを理解したいと考え、民が実の父に置き去りにされた遊園地へ一人で行ってしまい、自身のトラウマを刺激された形になった民の怒りを買ってしまった。 あとに、民が手紙で謝罪したことが語られているが、その後どうなったのか語られることはなかった。本田ダを振る本心のタスク雄ーの友人、佃田で釣り客に船を出す仕事をしている。兄、弟で雄ー誠、ヒロと共に、ローズマリーと合コンを行うが、数たちの乱入でめちゃくちゃにされてしまった。小林かな、言わない有利な、野口翔里。 村山崎ユリアの中学校の同級生で、ユリアと一緒に、それまで中学校になかったダンス部を作る。堺野良子、山口愛ユリアの中学校の同級生。優秀な兄に対して劣等感を抱いており、授業で刺されると涙ぐむほどの引っ込み事案になってしまった。体育の授業で着替えが遅いのを待ってくれていたユリアと友人になる。難しいクイズが得意。 ダンスを通して徐々に積極的になっていくが、今度は祖父が障害として立ちふさがることになった。口述する経緯で祖父が心変わりしてから明るく部活動に参加している。堺野の明、小松正雄良子の祖父。かつてはある会社の重役を務めていた。性格は頑固。月島老人会でも浮いているらしく、村松会長も苦手にしている。マリの話によれば、 かつては部下を祭りに呼びつけて飲むなど、会社の意向を傘に着るようなところもあったらしい。実写ビルの前で見た、ヒップホップダンサーの素行からダンスに対し良い印象を持っておらず、孫の良子のダンス部での活動を禁止した。村松の仲介で設けられた、学校側との話し合いで渋々良子の部活参加を認めたが、老人会、月島お元気クラブと、 微笑み幼稚園との交流会での様子を見て、正式に決めると言い放つ。そして交流会当日もダンスに対する悪口をしつこく述べていたが、孫の良子に注意されたこと、およびぐちゃぐちゃダンスで、老人も園児も楽しく踊る様子などを見て、考えを180度転換し、つくらで、自分も孫と共に踊るようになるまで難化した。その時の表情や性格は初登場時と異なり、 瞳も驚くほど柔和なものになっていた。堺の清美、山下より良子の母で年明の実の娘。夫は年明の元部下で、向こう入りということもあり、年明の言いなりになっている。良子が以前よりも明るくなったことから、父や夫と違って、ヒップホップには理解を示している。良子にダンスを続けさせるかどうかをめぐって二人とは対立していた。村松慶一歌。 沢虎江門月島老人会、月島お元気クラブの会長。手島、新井良大、町田、星野明子大西、中村幸子月島老人会、月島お元気クラブメンバー。小賀園長、岸一志瞳と恵が、眉毛猫を教えに行く、微笑み幼稚園の園長先生。水野保育士、小松千鶴木島保育士、片岡明日香、微笑み幼稚園の先生。 なお保育士は本来保育所に勤務する人を指し、幼稚園の先生のための資格ではない。谷山、小林健一住吉神社を取り仕切る住吉公の中心人物。瞳の父、長瀬渡に霊体祭のポスターを依頼する。瞳と翔太郎とは面識がある。飯島俊一、黒木達也名の同級生。2008年の霊体祭で御腰を担ぐことになり、 小太郎に挨拶に来た。橋本淳子、三島光瞳が通うダンススクール、ヒップスの生徒、宇都宮市出身、OL を辞めてダンス一本に絞った。ゆかと一、二を争う実力の持ち主。実家は餃子屋で、いつも大量の餃子が送られてくる。後に五人組のグループのメンバーの一人としてゆかと共にスカウトされるが、瞳がその中に含まれていなかったため。 当初これを断ろうとした。瞳に説得され、スカウトに応じて5人組のプロダンスグループに参加した。その後、2008年9月に瞳ダンススタジオで行われたダンスの公演を見学しにやってきている。北川ゆ香、田野浅美同じく、ヒップスの生徒。純子のライバルで、実力は折り紙付きだが、実家は有名レストランを手掛けている金持ちのため、お嬢様育ち。 ただし、ネックからのお嬢様ではなく、いわゆる叩き上げ。プライドが高く、やや協調性に欠け、時々、純子と喧嘩している。その暮らしに疑問を抱き、後に家出して、純子の部屋に転がり込み、純子とルームシェアを始める。ダンスビートの東京予選を通して、とうとも若い。その後、純子と共にスカウトされ、純子と同様の経緯で純子と同じグループに、 参加することになった。その後、2008年9月に瞳ダンススタジオで行われたダンスの公演を見学しにやってきている。田中萌え、鈴木聖奈、ヒップスの生徒、瞳の最初の友達。ダンスはそれほど得意ではなく、2007年はダイエット初級クラスに所属。2008年4月に中級クラスに移った。そこで同じクラスの男性と付き合う。 ヒップスの情報に通じている。新興住宅地の一軒家に両親と共に住んでいる。後に、ゅん子、ゆかの三人のマネージャー役を務めるようになり、ん子とゆかがスカウトされてからは、みが開設したダンススタジオの仕事を手伝っている。部屋にはベッドが二つ置かれていた。渋谷のクラブ、ブロックスにも入り浸っているが、その代金やヒップスの学費を、 どう念出しているかに関する具体的描写はない。レイ、京子、ヒップスの人気講師。札幌にいた頃から、瞳は彼女に憧れていた。後実する理由で若くして、ダンサーを引退した形になっていた。県復帰の意向を受けて2008年3月に県と共にダンスビートに出場し、その後、ヒップスの講師を辞職。瞳の勧めで、眉毛猫のアルバイトをするが、 その時に、ニューヨーク行きを決意、ダンス学校でダンスを勉強し直すことにした。一般に、アメリカでは、ダンス学校の開校が秋であるため、しばらく、日本に留まり、瞳の相談に応じたり、瞳ダンススタジオを手伝ったりしている。県、牧大輔伝説のダンサー。本性は鈴木。友人英治の自殺を理由に突然、表舞台から姿を消した。瞳に目をかけ、 檻に触れて助言している。ダンスの活動を封印していたが、冬の雨の夜に、雄造に殴られたことトレイに説得されたことに心を動かされ、3年ぶりにチェッパスとして活動することを決意。ダンスビートに出場し、審査員特別賞をもらう。その後、他の世界を見てみたいという理由で、石田商店でアルバイトを始めた。なお、ダンサーを志したきっかけは、 実家の豆腐屋を継ぎたいと両親に申し出たが、次男であるために反対され、反発して家出したことだった。2008年9月、ダンスの公演の翌日に、ニューヨークへ、武者修行に旅立った。モボキュタロ郎、ヒップスのスタッフ。夜は、渋谷のクラブ、ブロックスで働いている。普段はジャージに、メガネと帽子というスタイルである。ケンたちとは、昔からの知り合いらしく。 彼らの名前入りの写真を持っていた。なお、演じる九太郎は本作において、ダンスの振り付けを担当している。ダンスの仲間たちの関係者、編集英治聡かつて、ケン・トレイとでユニット、チェッパスを組んでいたダンサー。もともとは、ケンとユニットを組み、その後、ニューヨークで、レイが加入。三人は一時代を築くが、ケン・トレイの技術工場についていけなくなったこと、びケンが、 レイの方をダンスのパートナーとして選びたいと思うようになったことにより、酒に溺れるようになる。そして3年前のある日、ケンと大喧嘩、オートバイで晴海不動から海に飛び込み、亡くなった。当時はレイをめぐっての三角関係のもつれなども噂されたが、ケンの意向により、レイは口を閉ざしていた。この事件の直後、ケンはニューヨークへ去り、レイは引退して、 ダンススクールの講師になっていた。栄治の死は、剣や霊の心の傷となっている。テーピングの名人で、妹の数にも教えていた。橋本正宏、野添義弘淳子の父。宇都宮で、橋本餃子という餃子屋を営んでいる。住家の前では、淳子のダンス用人の意見に同意し、慶一の前では淳子に、餃子屋を継いでほしいという。橋本住家泉千淳子の母。 息子の慶一とは違い、純子のことを応援している。だが、交通事故に遭い、慶一に純子へ実家を継ぐように主張する口実を図らずも与えてしまった。橋本慶一、筒木重幸純子の任意。ダンスに関する理解は全くなく、ことあるごとに純子に対して実家の餃子屋を継ぐように迫る。地元の銀行で働いており、 結婚もしているので自分は餃子屋を継ぐことはできないと主張している。ダンスビートでは不器用ながらも純子をねぎらう発言をした。純子のセリフによれば純子がスカウトされた時は素直に喜んでいたらしい。北川幸を三石県ゆかの父。由かが子供の頃はあるレストランのシェフだったが独立してから複数のレストランを経営するまでになり上がった。 豪邸まで建てていたがユカとは、すれ違いの生活が続き、そのことがユカの心を暗いものにしていた。その後、経営していた会社が破産。豪邸を売ってマンションに移った。どうやら、ヒップスから歩いて行けるところに住んでいるらしい。ユカには、自分の好きなことをしていれば良いと突き放したような、言い方をしていた。ダンスビートでユカの舞台を見て一シェフだった頃を、思い出し、 ゆかとも和解する。北川孝子、筒井まり子ゆかの母、田中正雄田中浩二、田中良子、池谷信江萌の両親。滑覆が良く、食べ過ぎには、無頓着。朝帰りを咎められて逆切れして家出した瞳を、温かく迎え入れた。ダンスビートの東京予選も見に行き、出場はしないが裏方で頑張る萌えをねぎらった。残業手当からエガ、絵が、ヴァと、 平田泉ダンスビート、東京予選の出場チーム、スーツ姿でパフォーマンスを行う。モチーフはサラリーマン、バッドドリームとマシュマロステーキと共に、全国大会に進出した。ブルーシューズ、編集、カズ、多ゆかりダンスコンテストに出演するために、大阪から上京した4人組、ブルーシューズのリーダー格。中学からダンスをやっており、地元大阪では、それなりに、 名の知れたダンサー。実はかつて、ケンやレイというニットを組んでいたエイジの妹。兄は、ケンとレイのために死んだと思い、二人を恨んでいた。状況直後になぜか、兄、弟に現れても、ジャヤ焼きや、ローズマリーを挑発したため、瞳たちとは、ライバル関係になっている。あくまでも、ケンとレイへの復讐にこだわり、関西在住なのに、東京の予選に出場していた。しかし、 ケンの頼みで捻挫した瞳をテーピングしたことにより、心境に変化が生じ、本番ではアドリブで踊りを変更。さらに、チェッパスの舞台で、兄の幻影を見たことにより復讐心は完全に溶け、ケンとレイと和解。あの踊りでは予選は通らないとして、審査結果発表も見ずに帰り、次の大会ではもっと明るいダンスで出場することを誓っていた。帰る時の表情は、 今までとは違い、明るいものだった。雪、長谷川愛理恵武田ゆきさゆり、森本信恵三人とも、数の仲間で同じく、大阪出身、若山義雪、近藤正臣三十年以上のキャリアを誇るベテラン、佐藤屋担当、瞳や翔太郎が困っている時に助言をすることがある。相談センターの自分の机のみならず、ポケットの中にはいつも雨が入っており、 コミュニケーション時には、相手の気分を返す小道具に使っている。高柳俊介、い、e、いの学ぶ和歌山をサポートする、非常勤養育家庭専門員。井上紀美子、ゆ吉きちほと担当の職員。泉谷国を、春田淳一和歌山たちの上司。役職は相談処遇課課,課長。慎重な性格である、久保田職員、狩谷俊介稽古が、 以前世話になっていた、施設の職員。見学に来た瞳たち里親に、里子とは普通に接してほしいと言い、また、稽古の婚約を喜んでいた。コア表である。長松時江、大塚義恵児童心理士、児童相談所の判定員を務めている。翔太の母、斎藤美紀江が連絡を取ってきた時に登場。金子和美、松坂若子、子ども家庭支援センターの職員。 森田沙羅のショートステイの際、紗良を連れて一本目下を訪れた。杉本敏彦、藤田早急桃子の上司で、東京支社長。札幌の本社と東京支社の間を頻繁に行き来しているため、実務の大半を桃子に任せている。本社の意向を受けて、桃子に厳しく接することが多いため、部下の受けは良くない。胃のあたりをよく抑えている。なお、化品の東京支社は、 銀座にある、のり春吉大島早人、と藤田舞、白石美希、東京支社での桃子の部下、高崎正義よ芝居、三河桃子が札幌にいた時からの部下、桃子について東京支社に転勤した。演じる、芝居は、北海道言葉指導も担当している。アコ、林沙織みの札幌でのダンス仲間、簿記学校へ入ると言って、ダンスをやめてしまった。とも子、 浦田真央瞳の札幌でのダンス仲間。おじの会社に入って OL になるためにダンスをやめてしまった。ダンサー、若なちダンサーなつき二人とも瞳の札幌でのダンス仲間だったが、ダンスをやめてしまった。オレンジティカト赤チャドマレーンブルークサカベソ水色、松浦優也渋谷のクラブ、ブロックスでオーディションに落ちて酒で鬱憤を晴らしていた床に絡んだ。この直後、 萌えから話を聞いて、月島から駆けつけた瞳に、雄造がついてきて、一騒動を切る。翌日月時にやってきた雄造によれば、この騒動がきっかけで雄造は彼らと仲良くなったらしい。勝又誠治、田中幸太郎六本木にある企業に勤めている、ウェブデザイナー。一時、恵子と婚約していた。器用な性格で、見こしは堅げない、軟弱な男。 元彼女の清水和歌子のことを忘れきれず、最接近してきた若子の求めに応じてしまい、それが原因で稽古と別れた。若子と別れていた時は稽古に1日20通もの使用メールを出していたが、若子との寄りが戻った頃からは出さなくなっていた。清水和歌子、井出村美奈勝又の元彼女。勝又が翔太郎のところに結婚の挨拶に来た時は、勝又とは別れていた。 その直後に、よりを戻すために、勝又に再接近した。稽古のことを知っていたかどうかは不明。石井忠史表、木頭すぐる IC プロモーション社長。眉毛猫賞の工業をもと。青山に事務所を構えるが、従業員は妻の菊江一人。肝心の仕事の段取りは良いとは言い難いが、賞の終了後は必ず、瞳たちをもてなしている。石井菊江。 炎上寺あやいしいたの妻。眉毛猫症の司会も担当。中川医師、前田厚左膝の骨折で入院した、翔太郎の主治医。三浦看護師、吉田よ入院した、翔太郎の担当看護師。青田、坂本健二黒崎岩田丸白川、菊池浩二翔太郎と同室の入院患者。横山哲夫、ラサール石井横山梅の一人息子。 誠の同級生で百死の友人。子供の頃は、いたずら小僧だったが、中学入学後に、父親が亡くなってからは、新聞配達をしながら、学費を捻出して、勉強に励むなど真面目な性格になる。現在は不動産会社の部長を務めているが、誠曰く会社の重役の娘であるエリコと、結婚したことで、彼女の父親から目をかけられトントン表紙に出世した、らしい。 以前は初任給で梅を歌舞伎座へ連れて行くなど非常に親孝行だったが結婚を境に徐々に梅と距離を置くようになっていた。家の購入資金を妻の実家から出してもらっているため妻に頭が上がらず梅との仲は悪くなっている。ショッピングモールへの出店話を餌に桃子を利用して梅との食事会を設け同居の説得をしようとするが エリコと梅との価値観の違いが露呈した上に、たけしの、わがままにより失敗。瞳や桃子の言葉を聞いて考え直し、桃子に、月島や梅に対する複雑な思いをとろう。自分には、本当の家族を作ることができなかったと反省した後、本当の家族を作るために、エリコやたけしと話し合うことを誓った。そして家族と話し合った後、たけしを連れて関係者に謝罪して回った。 あとに2008年の霊体祭の時に家族を連れて、月島を訪れ、梅との同居も近いように見えたと語られた。横山恵リ子、三原淳子哲夫の妻、哲夫の勤める会社の元重役の娘、実家は金持ちらしく、哲夫の家の購入資金のかなりの額を負担している。そのため、哲夫は彼女には頭が上がらない。成り上がり者なのかセレブにしては、 傲慢な性格。世間体のため、梅との同居を考えているが、価値観の違いから、肝心の梅とは、折り合いが悪い。月島妹は、銀座が近いのでそちらへ、足が向くという理由であまり訪れたことがなかった。鉄男の話によると、フランス料理と、イタリア料理などしか作らないらしい。また、息子を甘やかし気味である。後に2008年の例大祭の時に、 月島を訪れるが、傲慢な性格は影を潜めていた。梅、鉄夫と、兄、弟を訪れた際には、誠らに、前年の比例を謝罪していた。横山武史、神谷良太鉄夫の息子。かなりのわがまま。まず梅の手料理には箸をつけず、ハンバーグを要求。食事中にゲームをしたり、植木鉢を割ってその場に居合わせた翔太に罪を被せたり、するなどの暴挙を振るい、 挙句の果てには、兄、弟で、ハンバーグや、スパゲッティや、ドリアや、アイスクリームを要求し、出された棒アイスを一口舐めただけで、まずいと言い放って、食べるのをやめた。その後、鉄尾と一時間話し合った末、鉄尾に連れられて関係者に謝罪した。後に2008年の例大祭の時に、月島を訪れ、もんじゃ焼きにも口をつけていた。斉藤美恵。 小池栄子1979年生まれ、翔太の実の母親。幼い頃に両親が離婚し、母親に育てられていた。しかし、高校生の時母が亡くなりその後不安定な生活を送っていた。1998年頃、結婚しないまま翔太を出産。児童センターに翔太を預けた後、職を転々としていたが、2年間児童センターには連絡しなかった。 2007年8月、今里光と知り合って、結婚間近の中になり、児童センターに連絡を入れ、翔太を引き取りたいと考えていることを伝えた。今里との破談で翔太との生活が不可能になったと思い込み、翔太との生活を断念しようとしたが、今里から住所を聞き出して訪れた瞳に、翔太が大事にしているタオルケットの切れ端を見せられて、説得され、思い直した。その後、 カウンセリングを受けるうちに自分のネグレクトは幼い頃に父と別れたことが原因であることに思い至たり別れていた父と再会。翔太と共に父の住む伊豆大島へ去っていった。演じる小池は2008年7月19日放送の土曜スタジオパーク出演時に男に依存して子育てを放棄するという役には共感を持てなかったが良い点を見つけるように心がけ。 監督とも議論して演じたと語っている。今里光る、拓馬高井由美希恵の婚約者。実家は赤坂の料亭。父親はいないが、その事情については劇中では語られていない。現在はあるデパートに出しているコーナーを任されており、自身の財産状況を説明する際に厳選徴収票を持ってきた。しかし、この時点で母親には、 三木江と結婚することを話していなかった。そのため、後で母親に水商売で、小持ちの三木江との結婚を反対され、結婚は破断になってしまった。そのことで、築地で森本食堂の常連から吊るし上げのような仕打ちを受けるが、自分の意見は押し通した。水島敏夫田中県三木江の父、伊豆大島で漁師をしている。宮古春美のあんこ椿は、 恋の花を好んでいる。1986年の三原山噴火で家屋と船を失った故郷の漁師に金銭を援助をしたことで妻と対立し離婚に至る。以後、三木江とは会っていなかったが連絡先は知らせていた模様。三木江と再会して翔太と三人での同居を呼びかけ、三木江もそれを受け入れた。児童相談センターの審査も問題なく合格。年をの希望で、 里親の翔太郎と瞳にも会い、お互いにエールを交換し合った。山川久し、金子が区県稽古の見合い相手。父親は鉄板屋を経営しており、誠とも取引がある。父親が築地の病院に入院した時に担当になった稽古を見て、気に入り、稽古を久しの嫁にしたいと考え、誠を通して見合いを申し込んだ。しかし、見合い当日、見合いの行われた兄、 弟に、雄三が乱入して、慶子に、自身の気持ちを告白。久さは身を引くことを決意して、兄、弟を去っていった。森田沙羅松本春姫一本目下に一週間、ショートステイでやってきた女の子。母子家庭のためか大人の男が苦手で、はじめは翔太郎を敬遠していた。また、夜泣きよし、瞳と翔太郎を困らせた。桃子の世話により、 夜泣きは、やむが、これがきっかけで桃子と、瞳は、長瀬と暮らしていた頃の話をし、間接的に桃子が長瀬と再会するのを決意する、きっかけを作る。森田洋子しほ由子、さ皿の母親、夫を亡くしてからは、女で一つで皿を育てつつ、仕事をこなしていた。体調を崩して入院するため、ショートステイを依頼した。メタボコース受講者大津。 年金手帳メタボコース受講者、中島樹テームメタボコース受講者長谷川十六トン、メタボコース受講者松本土管瞳ダンススタジオの中年男性向けコース、メタボコース受講者。なお、ダンス公演での彼らの振り付けは、パパイヤ鈴木が担当した、中山、田沖読よみの下気象未美恵恵ぐ菊池、椿原美希子ひとみき子瞳ダンススタジオの主婦向けコース、ビューティーコース受講者、 前島京子戦車その他、山口美代子、酒井真理、大塚洋、中川栄次郎によるトロンボーン演奏にイメージシーンが重なる形で始まる。通常、朝ドラでは月曜は詳細なスタッフクレジットの入ったロングバージョンで、火曜から土曜はショートバージョンとなるが、今作の場合火曜から土曜でもロングバージョンが使われることが多々ある。なお、 総集編ではエンディングに使われ、出演者、スタッフの表示はスクロールという形をとる。エンディング5秒は、ストリートダンス図鑑と題し、このドラマに登場する、ヒップホップなどのストリートダンスを紹介している。また番組構成上、1から2分程度の余りがあった場合、眉毛猫のダンスパフォーマンスを放送する場合がある。最初は、眉毛猫の歌の英語版が放送されたが、 2008年7月からは、日本語版の貸し入りのものが放送されるようになった。最終回では、ストリートダンス図鑑はなく、代わりに、瞳が振り返ってお茶の間に、別れの挨拶をする形となっている。2008年12月に一本目下で行われた、大掃除の最中に、瞳や翔太郎らが、これまでの歩みを振り返る形で放送される。 本作の制作にはエーベックスが協力している。EXILE のパフォーマー牧大子と牧大輔が剣役で、トリプル a のメンバーである、宇野美佐子が遠藤慶子役で、それぞれ出演している。また、放送後があるネクストドアのボーカルとなった戦車夫人も、脇役として登場している。里子を演じる子役らなどは、心情描写の演技において、大人顔負けの面もあるものの、 ストリートダンスの世界で成功することというテーマの一つが主婦層の支持を得られなかったこととテーマであるストリートダンスの描写の中途半端さから狙っていた若者層を取り入れられなかったことが災いして NHK 総合テレビでの視聴率は前作チリとテチンと比べてさらに低下した関東地方での2008年の最高視聴率は8月30日放送の 第132回で記録した18.5%である。平均視聴率は15.2%。これは前作、チリとテチンの視聴率を下回った。カラー口の記事を載せる日韓再造では、国評が目立っている。まず、ヤフーテレビマイナスドラマ特集から、瞳でユーザーレビューのみんなの採点で5段階の内星1つという評価が相次いでおり、 出演者に棒読みが目立つと評されていると報じていた。特に主演のエイクラのほか、巻材をはじめとした若手への批判も多い。また別の日の日刊再造では、ヒップホップに佐藤屋制度、そして下町人情を盛り合わせにしてみたら、出来上がったのが見たこともない創作料理のようだった現在、放映中の朝ドラ、瞳よりも TBS のナショナル劇場。 アン夏ーナツの方がよっぽどアサドラらしいという声も多いと評されている。さらに別の日の日刊再造では内容的には脚本が悪い役者が棒読みだらけなどなどかなり酷評が多いとも評されている。発行 NHK エンタープライズ販売元バップ注釈出店ありがとうございます。